ヨハン・ベルンハルト・バゼドーヨハン・ベルンハルト・バゼドーは、ドイツ、ハンブルク生まれの教育者、著述家、反愛イ主義者。バゼドーは、啓蒙主義の時代の教育改革運動の一つ、反愛イ派の指導者の一人である。彼らは社会にとっての個人の有用性、効能性を求めて、社会がおのずと変わっていくような新教育を目指した。バゼドーは、当初ライプチヒ大学に学び、 その後家庭教師やアカデミーの教師をした。1771年アンハルトのレオポルト3世の招平を受けてデッサウに赴き、そこで自らの教育学的、改革的な理想を実現しようと試みた。デッサウで反愛学院という学校、彼の言葉では人間性の苗コン学校を創立、様々な出自の子供たちを 啓蒙教育的な考え方で教育しようとした。1774年12月のこの学校が創立されるや、いなや多額の寄付が寄せられ、生徒たちの数もうなぎのぼりに増えていった。これらはほとんどが両家の裕福な階層の子供たちであった。また、貧民の子供たちも女子として受け入れた。さらに名のある教師たちがスタッフとして集められた。例えば、 ヨアヒム・ファインリヒ・カンペ、エルンスト・クリスティアン・トラップ、クリスティアン・ゴッドヒル・フザルツマンなどである。啓蒙主義の教育者たちから批判された、詰め込み学習や、体罰のある学校に対して、バゼドーは、初歩の授業の中に遊び的な要素を取り入れたり、直感と、自己活動による学習や生きた、外国語の学習、母国語を大切にすることなどを強調した。 寄宿舎での教師と教え子の密な交わりは、この学校からそのスタイルが生まれてきたと言われる。1774年ヨハン・ボルフガングゲーテ、ヨハン・カスパー・ラバーターと共にラーン川旅行を試みる。1793年デスサウの繁愛学院は、長期にわたる、教員スタッフ間の紛争、及び組織上、経営上の問題から閉鎖に追い込まれる。バゼドーは、 自分の目的が実現され得ないのを見て、1776年に、すでに組織の委員長の座から退いていた。彼は、その上、教員集団を一つに束ねて、それぞれにふさわしい仕事をしてもらえるように、統率できるだけの技量も持ち合わせていなかった。彼が、怒りっぽく強硫な性格をとやかく言われるのは、決してこなしのことではない。バゼ堂の宗教観については、著名ながで、 同伴画家のダニエル・ホドビエツキが、彼の、ベルリンからドレスデン、ライプツヒ、ハレ、デッサウをぐる、旅館旅行の旅日記、1789年の中で、デッサウの有名な教育者について書き残している。彼は、過去や現在、そして将来のことについてよくしゃべる。彼は、自身を、社会改良家だと告白し、この見解に沿って、息子を教育してきたというと、 バゼ道を三位一体の信仰告白から遠ざけたと見られるこの信仰主義的な心情は、啓蒙主義者が牧師や神父たちと圧力を生じることになった原因の一つでもあっただろう。バゼ道の教授法のさらに決定的な基礎となったのが、1774年に刊行した入門書である。これは、全球刊からなり、教育の根本問題、さらに人間、論理、宗教、 そして、道徳論、仕事や人間の身分階層、歴史や博物学まで扱ったものである。当時の最も名のある挿絵画家、ダニエル・ホドビエツキがこの本のために版画を制作した。バゼドーは、この入門書と合わせて数学、自然科学的な内容の教科書も執筆している。これは文章と絵と専門的な内容を組み合わせたもので、 対話方式で内容が展開していくものである。バゼドーはマクデブルクで亡くなり、ハンブルクとマクデブルクに彼の名を取ったバゼドー通りがある。ありがとうございます。